どうもこんにちは。ワークとリブの運営者のリチャード・ゴンと申します。今回はですね、ポルノハブに昨年ですね、動画を3つ投稿しまして、今回お話しするのは、投稿2回目の動画ですね。こちら、投稿2回目の動画を投稿してから、2ヶ月後の結果というのをお話しさせていただきたいと思います。今回ですね、ちょっと、前置き長くなってしまうのも、申し訳ありませんので、もう結論から言っちゃいます。で、推移、1日あたりのその視聴者数の推移なんですが、2ヶ月後で合計94ですね。はい、94になりました。で、こちらですね、具体的なその、詳細の話ですね。今回累計視聴者数ですとか、ちょっと考察をお話ししたいと思っているんですが、こちらに関しては、別の動画でお話しさせていただこうと思っています。で、その動画、別の動画への行き方なんですが、いつもの通りですね、今回の動画もノートの記事を元にして作成いたしましたので、ノートですね、この動画直下の概要欄から入っていただいて、そこのリンクですね、そちらをクリックしていただきますと、その、結果が見られるようになっています。なので、そちらのノートの記事をご参照ください。動画直下の概要欄の、リンクですね。はい、こちらをご参照ください。今回のお話は以上になります。チャンネル登録は気が向いた時にお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。